では2つ目のキーワードに行きましょう、はい、自立への道のり。そのまあ、あの先ほども話しましたけど、そのクラーク病院の主治、あの先生が前の病、そのちょっと入院してた病院の主治医だったんですね、はい、その先生が面白い先生っていうか、でよく入院していて車椅子になった私のお部屋に来て、うん、こうくだらない話もしたり、ただ診察するだけじゃないんですよ、遊びに来てくれるんですよ、患者さんのお部屋に、はい、でいろんなこう世間話をしたりしてる中で、私がその車椅子になった、もうお前は歩くことを考えるな、車椅子で生きていくことを考えろって言った頃に、うん、あの言いっぱなしでなかったんですよね、はい、その後のフォローをちゃんとしてくれたんですよね、うん、で車椅子だって生きていけるんだ、うん、逆に車椅子だからこそ、障害があるからこそ、確かに限られた仕事しかできないかもしれないけど、やりたいことができるかもしれないっていう、はい、そういう話をよくしてくれる先生だったんですね、うんうん、だから車椅子だから社会に出れないなんてそんなことは一つもないんだって、はい、それはお前次第なんだっていう感じで話してくれた先生がいたんですよ、でそれがクラーク病院のその三宅先生だったんですけども、それは私だけじゃなくて、他の車椅子の、うん、で入院してた患者さんにもそういう話をしてたんですね、はい、でそういう者たちが病院を退院してから、うん、あその先生言ってたから、じゃあ実際にできるのかなっていうね、はい、社会に出ていく人たちが増えたんですって、増えたというか実際に社会に出ていったんですね、私の知ってる中、小谷さんとか若妻さんとか、はい、若妻武さんという方とか、はい、武田智さんとか、はい、もその三宅先生の、そう、みんな、はい、あの患者だったんですよ。あ、なんかあのきっとそういう大会とか出られてる方はですね、あ、そうそうたるメンバーだなみたいな、そうですね、障害者で社会進出してるっていうか、実際に活動してる者たちだけですよね、うん、それを聞きますと、やっぱり、はい、あの意識と、まあ、教育と何て言うんですかね、そういうこう情報、そうですね、情報くれたし、そうですね、私なんかはそうやってクラーク病院にその先生が立ち上げる時に勤めさせてもらったっていう、うん、その実際に社会に出してくれたっていう、はい、それから社会を知ることになりましたからね。あ、なるほど、うん、とにかく先生 の, あのされた取った行動っていうのは先駆的だなって、そうですね、はい、その頃から見たら、障害者は障害者になったら施設に行くんだっていうのが常識だった社会に、その辺の時代に地域で暮らせるんだっていうのは言ってくれたのはその先生でしたね、あの小谷さんはご家族、はい、お父さんお母さんと兄弟、何人兄弟、3人兄弟、3人兄弟、はい、の末っ子でしたよね。そうです、末っ子なんですよね。それで上の兄弟は、まあ、あの普通に家族で普通に暮らしていきました、家族の中で。小谷さんだけがやっぱり病院で入院がずっと長かった。で、まあ、あの自立への道のりの中の一つにもなると思うんですけれども、はい、たまにこうお家に帰った時にも、うん、やっぱりこうちょっと自分末っ子でね、すごい大事に大事にされてきたらしいんですけど、うちの親も兄弟も病院に来てもくれたし、はい、うん、外泊したらすごく心よく受け入れてもくれたんですけども、はいはい、お客様だったんですよその頃は、はい、家族でありながら、どっか私はお客さん、家族の中のお客様だでしたね、それでよくうちの姉とかが親にこう、はい、すごい口の利き方をしたり、親子喧嘩をしたりするときに、うん、はい、自分は親と喧嘩ができない自分に気がついて羨ましかったんですね。もうあの親もね、きっと末っ子の聖子ちゃんは普段その病院にいることも長いし、うん、もうお家に帰ってきたらもう可愛くて可愛くて、喧嘩なんか、そうそうそう、で弱い、体が弱いっていうんで、はい、うん、もうチヤホヤですよね。チヤホヤ、チヤホヤも大事に大事に、そうですね、はい、うん、でも逆にそうじゃなくて、姉がこう 親とこうすごい言葉で喧嘩をしてるのを見て、逆にすごい親子だなって思えて羨ましかったんですよ。羨ましかったんですね、なんかこう想像がついて、こうなんか、ね、私も喧嘩したいなと思いましたね。本当ね、そういうもんでしょうね。そういうこうなんて言い合える親子になりたかった、あの病院でも本当にいろいろたくさん本も読んで、いろんなことも覚えた小谷さんですけども、はい、なんかこうこれから の, あのこと、世の中を考えた時にはやっぱりこう自分でなんとか自活してとか、あとは家族との時間がもっとあってとか、そうですね、はい、やっぱり
その頃は退院してばっかりの頃とか外泊した頃はもちろん仕事もしてないですし、はい、自分が社会の一員でないような気がしたんですよ、うん、病院に入ってる時って、うんうん、でも退院して自分もその社会の一員になりたいな、こう、ね、社会を作ってる一人になりたいなっていうのは、はい、うん、私の憧れだったんですね。あ、うん、なるほど。自活することによって手に入れた。そうですね。それでさっきの話に戻ってしまいますけど、はい、勤めることができた、うん、で勤めることによって一人暮らしも しなければいけない状況に追われて、うんうん、置かれて一人暮らしもできた、うん、はい、でそこで不便さもいろんな体験として不便を感じることもできた、うん、いろんなことができたんですよね、経験が、はい、うん、その中でいいことも障害があっても自立もできるけどもでも不便なんだっていうのは確かにありましたね、うん、でそれらを解消するために今作ったバザーのようなものがあればもっと苦労しないで済んだのに、ね、思う、まあ、苦労したのもいい経験なんですけども、うん、もっと苦労しないで障害者の人たちが社会に出れるようなところがあればなっていうふうに思いましたね、はい、なるほど、うん、本当にここがその一歩になったよなっていうふうに思っております、うん、外でリハビリしてたすいません。では3つ目のキーワードに行きましょう。